S-10 は、アメリカ海軍の潜水艦。S 級潜水艦、第2グループの一隻。S-10 は1919 19年9月11日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1920年12月1日に、マリアン・ケイ・ペインによって、命名、浸水し、1922年9月21日に、艦長キャロル・キュー・ライト・ジュニア少佐の指揮下収益する。 本国の北東海岸沖での任務後、S-10 は1924年前半にパナマ運河地帯、セントトーマス島、トリニダードトバゴを訪問し、北東海岸沿いの活動でその年を終えた。1925年2月19日にマサチューセッツ州ボストンを出港、S-10 はパナマ運河及びカリフォルニア州を経由してハワイに向かい、4月27日に到着した。 S-10 は7月12日にコネチカット州ニューロンドンに戻ってニューイングランド海域での活動でその年を終えた。1926年は2月から4月までパナマ運河地帯での作戦活動に従事し、1927年3月にはグアンタナム湾及びキングストーンを訪問、その後1928年2月から3月まで再びパナマ運河地帯で活動した。 1929年から1936年まではパナマ運河地帯で活動し、1933年3月11日から5月15日までテネシー州メンフィスを訪問、その後は一部の上院と共に予備役状態で1933年7月1日から11月27日まで、ここソロで停泊した。S-10 は1936年3月30日に、 ここソロを出港、7月17日にペンシルベニア州フィラデルフィアで退役し、同日除籍された。その後11月13日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。